はい、どうも、がんばらいだチャンネルです。今日紹介するのはこれです。はい、特急じゃ絆創膏、はい、特急じゃ絆創膏です、ね、前のやつ売ってたんでね。はい、とりあえず開封をしていきましょう。はいはいはい、いつものスタイルですね。はい、いつものスタイルっていうのは僕が開けて君が開けるという、はい、天の声さんね、はい、ローソンで買ってきたんですよね、はい、近くにローソンあってね、そりゃ便利ですよ。でもセブンイレブンじゃなくて、はい、不便ですよ、はい、不便なのか便利なのかがよくわかりませんね。はい、ブルー列車ですよね。はい、もう1分経ってしまいましたが、はい、開けて取り出すだけで、ね、なぜこんな1分もかかってるんだと思う方も いるかもしれないですが、ご了承ください。はいはい、お、出た、お、出た、特急1号のレッド列車です。特急2号のブルー列車です。すごいかっこいいな。いや、ブルー列車でしょ。なんかかっこいいけど、こんな濃かったですか。でしたっけ。あー、はい、まあね、下に車輪があるんでね、こうやってね、なんかパッケージより濃いがするんですけどね。こうやってコロコロ遊びもできますし、コロコロ遊びもできますし、連結遊びもできます、連結遊びもできますしね。一番心配なのがね、こうやってあれ、これあんまり取りにくいっすね。そうですか。しかも仕掛けないんですよ、ブルー列車。ギミックがね、多分これ音声、特急1号、特急1号でね、特急1号レッド乗り換えてブルーとかね、特急2号、特急2号とかね、うん、特急2号ブルー乗り換えてレッドみたいな